せーの。教室ガズレレのガズでございます。はい、本日はですね、この初めて使うオールブラック G ラボのカスタムウクレレモデル、これ今度ねちょっと製品化しようと思って進めてるやつを使って今演奏したんですけど、いきなりですねもう本当になんかもうウクレレでラップ、びっくりしたでしょ。はい、今やった曲は今日取り上げたい曲はこちらです。はい、ハースオブペインのジャンプアラウンド、こちらのもうねもう超ファンキーでかっちょいいこのラップ曲、ラップの曲をこのウクレレでやる、最高に気持ちがいいです。僕ね、このね、ハウスオブペインのジャンプアラウンド、めちゃくちゃ大好きな曲で、もう結構歌詞覚えてるんですけど、ウクレレでやってみたらどうなるんだろうと思ってやったら、もうめちゃめちゃ面白かったんで、ちょっと今日はね、レッスン動画というか、こんなこともできるんだよという可能性も、ちょっと感じていただけるかなということで、英語のラップで、このファンキーで、この、なんていうの、このグルーブ出せるよね、ということでやってみようと思います。はい。今のデモ演奏、今回いきなり最初にね、ちょっとデモ演奏を取り上げてみたんですけど、いかがだったですかね。面白いですよ。同じフレーズを繰り返すリフって言うんですけど、今日はこのリフもね、しっかり解説していこうというふうに思います。さあ、ちょっとね、皆さん、今日の曲はちょっと特殊な曲なんですけど、ウクレレ本当に簡単で、皆さんの好きな曲あっという間できるということがガズレレ、今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルではありますんで、ちょっとここ行ってください。ここ行くとですね、どんな方でもあっという間にできるというね、システムになっているところにリンクが飛んでますね。YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけで、どんな方でもあっという間にできるようになります。YouTube で無料でね、どんどん音楽楽しんでいきましょうね。いろいろ慣れてきたら、今日はこの曲がかなり特殊ですけど、まあいろんなジャンルの曲ができる。ウクレレ一本で、もう本当にびっくりするぐらいいろんなことできるんでね、ぜひその可能性をちょっと感じていただければなと、音楽デビューしてください。さあさあ、今のジャンプアラウンドという曲なんですけど、これアメリカのね、まあ、ヒップホップグループ、ハウスオブペインという、まあ、伝説のグループですけどね、この曲をまさかウクレレで画期的だ、自分で画期的だなと思っちゃうんですけど、これね結構深い要素がたくさん詰まっているんで、これからですねもういきなり濃厚解説に入っていこうと思います。今日はねコードっていう概念はないんですよ。こういうのリフと言いまして、リフっていうのはこのメロディーみたいな感じをこうぐるぐる繰り返していくというのが、まあ結構そういうルーツがある、ループってよく言いますよね。こう同じのをぐるぐる回してるんで、その中でこういろいろ表現していくっていうようなことで、それリフを使ってるというような感じであるんですけれども、ちょっとこれまず本当に一個のパターンがずっと繰り返されてるパターンなんです。まずそれがまず1点。はい。そしてイントロの
テッ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 、あの感じ、イントロのあの夏ファンファーレみたいなやつも再現していきたいと思います。では解説に入っていきますよ。まずですね、イントロの印象的なあのペー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 、これをいきたいと思います。まずこれ、1弦の10フレットと2弦の8フレットです。1弦の10フレットってここですよ、2弦の8フレットってここをつまみ弾きで、人差し指と人差し指が2弦、中指が1弦で、こんな感じでこうやってやります。ペーンペーペーペー、次は1弦の3フレットと2弦の3フレットをペーン伸ばす、こんな感じです。いきますよ、もう一回、せーの、溜めて、これだけ、簡単でしょ。はい、1弦の10フレット、1弦2弦の8フレットとこうやって押さえて、2本の弦をで、1弦と2弦の3フレットを、はい、これだけです。はい、じゃあこの曲しっかり解説するためにタブ譜をちょっとこう貼っときましょう。はい、タブ譜、これの読み方わかんない方概要欄に貼っとくんで、ちょっとね、その読み方を勉強してまたここに戻ってきてください。もう一回ダメ押しで確認、せーの、ここはもう溜める感じ、テンポというかね、こう溜めてこうファンファーレみたいな感じで、ここからリズムが始まっていくんですけど、このリズムがかっちょいい、良かったでしょあれ。ちょっと今弾いてみますよ、せーの、かっこいい、バゲレバゲレという風に入っていきます。これまあちなみにあの英語のラップなんで、もう超絶歌はですね、歌っていうこのラップはまあ聞き込んで、まあモノマネから練習していただきたいと思うんですけど、この言葉の感じとかもすげえかっこいいんですよね。まあ今のこのメインのこのリズム、これあともうこの曲ずーっとこれひたすら繰り返してるだけなんですよ。はい、じゃあ解説していきます。まず C を押さえます。いきますよ、まず C、C、その次3弦の3、4、全部の弦弾いていいんですよ。わかった？ C を押さえたまま C、C、3、4です。3弦のC、C、3弦の3、4。はい、ここまで OK。その次また C 押さえて、その次もう一回 C 弾いて、その次4弦のコード3フレットを弾いて、一回離す。この繰り返し、ちょっとゆっくりやるね。C、C、2、3弦の3、4。C、C、4弦の3、また C です。はい。もう一回超ゆっくり、 C、C、3弦の3、4、 C、C、4弦の3、 C、C、C、3弦の3、4、 C、C、4弦の3、 C、 これの繰り返しです。これ結構簡単じゃないですか。ゆっくりやったらこんな感じ、 C、C、3、4、 C、C、3、0、 C、C、3、4、 C、C、3、右手はずっとダウンです。で、ちょっと乗りよくだ、あのね、自分が調子に乗ってきたときは、ダンダガダンダンダンダガダンダンってやってもいいかもしれないですね。ダンダガダンダンダンダガダンダンってもいいですけど、基本的にはダウンで、ダン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 、このフレーズ、これをずーっと繰り返してるだけでございます。ゆっくり練習していきましょう。せーの。簡単でしょ。3400300003400003000。はい、ここがまず第一ステップで、次ちょっとかっこいい要素があって、1回だけ最後の方に4弦の3フレット、今矢印ついてるとこ、ここのところでちょっとね引っ張ってあげる、いわゆるねチョーキングって専門用語では言うんですけど、ちょっと聞いてて、はい、ちょっとこう押さえたらこうギューッと下に引っ張るんですよ。そうすると音程がプーって上がったでしょ。このプーって上がるのがちょっと渋いんですよね。ちょっと余裕出てきたらこのかっこいいでしょ。はい、これ入れてみてください。でこれが基本なんですけど、今この曲の一番難しいのは、まあ、歌もちろん、これも問答無用で歌はもうすごい難しいっていうかね、これ聞き込まないと歌えないんですけど、リズムキープなんです。隠れた
難しいところ。だんだんこれやってるうちに速くなるっていうのと、あと、サビのところで、ジャンプラウン。ジャンプ、ジャンプ、ってゲットダウン。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプってこの裏で、ジャンプ、ジャンプっていうときに、これ、言葉が裏なんで、これ、リズムね、このリズムをキープしながら裏で、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプっていうのとかもめちゃめちゃ脳トレですからね。ちょっとそこのところのサビンとかやってみようかな。ジャンプラウン。ここはまたいいですね。ジャンプラウン。ジャンプラウン。ジャンプ、ジャンプ、ってゲットダウン。ここ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、エビバリ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 、ここの後ろで、ジャンプ、ジャンプ、エビバリジャンプ、ここ、やってみたらわかります。これ、相当脳トレ要素高いですね。もう脳みそがもうね、もう気持ちよくなっちゃってしょうがないやつです。はい。これでですね、もう解説終わりなんです。なので、ちょっと今日ノートを見せるとすると、こんな感じですね。見てください。最初にやったイントロ。はい。1弦の10フレット、2弦の8フレット、ペーペッペッペッペーって伸ばして、で、こっからリズム。はい、ここ。こんな感じですね。0034、0030。はい。003。このね、青いところに書いてある。これがまあ言うたらメロディーなんですよね。00340、てんてんてん、00340、てん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 。こんなイメージを持つといいと思います。今日この二つだけだもんね。はい。そして、ここにも書いてあるけど、まあダウンピッキングだけで主にやって、で、リズムキープが、問題になるよということでございます。で、さっきも言ったけど、はい。ここちょっとチョーキング。4弦の3フレット、ここをちょっとチョーキングするという、ここにこんな風にまとまっておりますという風になってます。はい、ジャンプアラウンド。すごいですよね。で、これ歌詞はですね、もうラップなんでもすごいですよ。ちょっと今、ガズさんの歌った歌詞カード見ますか？これね、本当は3番もあるんですよ。もう3番までちょっととてもじゃないけど、ちょっと無理かなと思って、まあ2番までのショートカットバージョンですけど、つまりこれ、同じ繰り返しですからね、フルコーラスでやってみたい方はちょっと挑戦してほしいんですけど、こんだけ詰まってんですからね。はい。で、ここもかなり省略してます。ジャンプアラウンドの歌詞もっといっぱいジャンプアラウンドで並ぶんですけど、これ、まあ、ガズも分かりやすいように、このリズムの頭になるところにこの赤ペンで書いたりとかして、これリズムがめちゃめちゃ難しいから、こんな風にして今ガズは歌ってきました。なので、これはね、歌詞は歌詞で、もう弾き方とこのラップのところは、こう、後でね、最後融合させるような感じがいいと思いますね。まあ、これはなかなか深い曲でございます。まあ、ウクレレでさ、このハウスオブペインのこのラップのジャンプアラウンドっていう曲をできるっていうかやるって、すごいぶっ飛んでますよね。なんか、テンション上がってますよ。まあ、非常に。はい。こういうのも、一個の面白み、ウクレレって本当に可能性ある。で、今日どうでした？このオールブラックモデル。これかっこいいでしょ？これめちゃくちゃ気に入っちゃってですね。これG ラボでこの製品化する予定で進めてますんで、ちょっとお楽しみにしておいてください。はい。でですね、ちょっとね、ざっと言います。ガズレレに関するちょっとご案内をさせていただきたいんですけど、今もね、これノート見せたじゃないですか。はい。このノートもね、ダウンロードできるようにしておきますけれども、こういうふうにいろんな曲が集まってる、このガズの手書きのノート毎月5曲ダウンロードできたり、いろんな、毎月2回オンライン配信イベントができたりする、ガズクラブっていう、チームがあるんです。オンライングループがあるんです。これめちゃくちゃおすすめですよ。毎月660円で毎月5曲、皆さんの大好きな曲をダウンロードすぐできて、もちろん YouTube と完全連動しているガズの手書きのノートを楽譜5曲ダウンロードできたりとか、そのイベントがあったりとか、いろんな演奏できる、場所があったりだとか、あと、G ラボとかガズレレの裏側が垣間見れるね、もうすごい秘密のグループがあるんです。はい。あと、ミーティングを見にしたりしてやってます。あと、ガズレレ大学といってリズム練習に特化した、こっちはね、YouTube メンバーシッププログラムというので、今はね、エリック・クラプトン、ティアーズ・イン・ヘブンの濃厚解説。これはね、毎週2回、ライブで行ってますんで、もうその場で質問していただいて、なんか困ったことがあったら、もうみんなでガーッと取り組んで全部解決しちゃうみたいな。毎月1回主にテーマソングを決めて、深く掘り下げてやっていて、過去にやったものも全部アーカイブに残ってるんで、これ相当いいと思います。毎月こっち590円になっております。毎週2回のライブ配信ですよ。はい。ガズレレ大学もご注目ください。あと、毎朝7時半からラジオ配信やってます。スタンド FM というアプリで、ガズラジというふうに検索してください。毎日1時半から、もう毎日365日ですよ。でね、アーカイブもこれもちろん、残ってるんで、朝7時半から放送はしますけど、後で聞いていただけることもできるし、ぜひぜひこちらの方も、ちょっと見てみてください。そして、最新情報でございます。はい。ガズと G ラボ、G ラボっていうのはこのウクレレを作ってる G ラボチームが、いよいよ、久しぶりというかもう、もしかして初なんでこのコラボは。イベント開催します。はい、こちらです。お台場ですよ。3月19、20、21の3日間。DEX 東京お台場ビーチ。これでね、イベント、軽トラで行きます。K
軽トラにウクレレマスターして、いろんなウクレレ、Gラボ関係のウクレレを試奏できたり、もし気に入ればそこでご購入できる商品もいっぱいあったり、いろんなグッズもあります。ガズ自身もですね、この3日間毎日15時から17時ぐらいまではフラフラして、まあそれ以外の時間もフラフラしてると思いますけどね、もしお時間ある方無理せずにですね、感染対策、対策をバッチリしてやっていきたいと思うんで、ちょっとよろしくお願いします。あとね、いろんな本出していたり、もうリットミュージックシャというところから本出してたり、自分の G ラボからも本で出していたりとか、いろんなこのストラップだとか水着とかいろんなグッズあります。とにかくね、ガズレレホームページ、ぜひ見てください。いろんな情報盛りだくさんですよ、ガズレレホームページは。はい。そこに集約されておりますんでね。で、ウクレレってね、もう本当にどんなこともできる、もうこんなちっちゃいマルチ楽器。素敵ですよ、皆さん。どんどん楽しんで、この楽しさをどんどん広げていきましょう。はい。本日は見てくださってありがとうございました。チャンネル登録なんかもぜひよろしくお願いします。あ、言い忘れてました。今ね、もう一個面白い YouTube チャンネルやってるんですよ。ガズピアノです。今度、鍵盤楽器も同じように面白いことできるよということで、これもちょっとリンク貼っとくんで、ぜひぜひご覧になっていただければなというふうに思います。あっちからこっちから音楽楽しんでいきましょう。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。